こんにちは、エレミングです。今日は7月の買ってよかったものを紹介していきたいと思います。はい、ということで、もう今月は目玉がありすぎて早く言いたい、早く紹介したいっていう感じなんですけど、落ち着いて1個ずつ紹介していきたいと思います。まずこちらがニトリの高さ10箇所調整できる枕です。いやー、やっと買いました。今まで使っていた枕がへたってしまったからなのか、元からだったかわかんないんですけど、もう2つ折りにするか使わずに寝た方が楽っていう感じだったんですよ。ですごくストレスで早く買い替えたいなと思っていたんですけど、なかなかこれっていうのが見つからなくて、で見つけたのがこれです。いやー、これいいですよ。高さが10箇所調整できるって、まあ、書いてあるんですよ。で、なんだろう、こう枕って大体のものは中にビーズとか綿とかがギュッてこう詰まっている感じだと思うんですけど、これはなんか小分けになってて10個ぐらいのパーツになってるんですよ。それがだから自分が低くしたいところとか高いところ、高くしたいところっていうのに合わせてその袋を取り出したりとかができるんですよ。それがすごくいいです。でこういう調整できる枕って、調整できるとは言われても自分に何が合うか分かんなくて結局何もしないっていうのが多いと思うんですけど、これは最初に紙が入っていて大きく2つに分かれてて、仰向けに寝たい方と横向けに寝たい方で、ちょっとセッティングの方法が書いてあるので、まあそんなに迷うことなく自分に合わせて調整できるんじゃないかなと思います。いやー、これ買ってよかったです。もう変に高い枕を買うよりはこの枕を買って調整できる箇所をいろいろ変えて自分に一番合うフィットするパターンを見つけるっていう方が快適だと思います。おすすめ。次はこちら。これはハルインダストリーの消臭ビーズです。いや、これすごいです。こういう消臭ビーズって聞いてるのか聞いてないのか分かんないものがほとんどじゃないですか。いや、そんなことないかもしれない。そんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、でもこれは私リクガメを飼ってるんですね。博士っていう名前で結構大きくなってきて、今からちょっと効果的な消臭アイテムを取り入れたいなと思って探して見つけたのがこれです。いや、これ何がいいってまず見た目ですね。こう白、透明で博士が食いつかない色で、あと無臭なんですよ。匂いがついてないっていうところもすごくいいです。いや、これはいいですよ。玄関の靴箱とか押し入れとかトイレとか、もうあらゆるところに設置したいです。博士のケージっていう狭くてこもるところで効果を実感しているので、もう自信を持っておすすめします。ぜひ効果あります。私はこのケージに入れやすいからと思ってこの形のものを買ったんですけど、確かもっといろいろ種類があったと思います。おすすめです。次はこちら。これは補石鹸のベルカント槽骨というセンスです。はい、あー嬉しい。これは夏になって暑くて外にいる時に仰げるものが欲しいなと思ったので購入しました。うちわの方が涼しいことは涼しいのかなと思ったんですけど、かさばるじゃないですか。なので持ち歩きに便利なセンスにしました。はい、これデニムの後ろポケットとかリュックの脇のポケットとかにスッて刺しておいて、こうサッて取り出してこうやって仰げるので便利です。いや、かわいい。 いやすっごいお気に入りです。よくある骨組みに紙とか布が貼ってあるタイプじゃなくて、もう骨組みだけで作りましたみたいな
感じなんですよ。ちょっと嫌だった点があって、こうラインストーンがついてるんですね。でこれをどうにか取ろうとしたんですけど取れなくて、こっちについてたのは取れたんですけど、このラインストーンだけ取れなくて、これが取れたらすごくシンプルで好みです。でも気に入っています。はい、次がこちら。これがペンタックスの双眼鏡パピリオ2です。双眼鏡買いました。いやずっと欲しかったんですよずっと欲しかったんですけど、なかなか機会がなくて、というか、あー双眼鏡があればよかったのにって思うことはいっぱいあったんですけど、なかなかすごい頻度で使うものではないので悩んで買えなくてっていう感じだったんですけど、ついに見つけました、最強の双眼鏡。いやこれのすごいところが、双眼鏡ってだいたい遠いものにしかピントが合わないんですよ、遠くのものを見るためのものだから。でもこれは最短で50センチの距離のものにピントが合うんですね。単眼鏡としても使える双眼鏡なんですよ。これがすごくて、なんか虫眼鏡で見てるみたいな感じなんですよ。だから博士のこともこうやって見たらすっごい鮮明に見れるし、もうメダカの泳いでる姿とかもすごい鮮明に見えるし、なんだろう、こう遠くのものを見たいっていう時と近くのものを鮮明に見たいっていう時、それぞれだとあんまり機会ないと思うんですけど、そのどっちも見れるからもう機会が2倍なんですね。だからこれを使う頻度が2倍なんですよだから双眼鏡としてはちょっと高いんですね、1万円するから。でも双眼鏡を買うんだったら絶対これがいいと私は思います。見た目もすごくいいし、ペンタックスだし、近くのものも遠くのものも見れるしっていう、おすすめです。池の鯉とかを観察するのが好きな人とか、鳥見るの好きな人とか、動物園でね、キリンの顔表情をもっとよく見たいとか、そういう人ぜひこれを買ってほしいなって思います。いやおすすめです。いや本当におすすめなんですよ。いやこんなにいい双眼鏡を見つけられると思わなかった。双眼鏡1個買ったらもう一生買い替えることもないと思うので、大事にしていきたいと思います。いや宝物。次はこちら。これは和製フレーズ、違うな、和平フレーズのフライパンカバー卵焼き用です。重たい。見てください、あのいつかの買ってよかったで紹介した銅の卵焼きパン、育ちました。いやー見てください、かっこいいこなれてきました。もう今では卵焼きを作ろうとすると滑りすぎて逆にうまく作れないっていう感じです。ちょっと本末転倒感があります。でこういう銅とか鉄のフライパンって常に油を塗っておく必要があるんですね、乾かないように。でもそうなるとこう出しておくとホコリがついちゃったりとかするんですよ。でそれが嫌で、であの専用の蓋が売っていなかったのでこれを買いました。で買ったんですけど、これすごく便利です。自立するっていうのと、使っている時にこの、あの持ち手の溝に箸が置けるんですよ、菜箸。それが便利で、あとここフックがついているのでかけておけるし、ここに窓がついているので、あの焼いているものの様子がわかるっていう、便利です。私はこの卵焼き器用のを買ったんですけど、普通の丸いフライパン用の蓋もあるのでそっちも買おうかなって思っています。まあ、あのこういう感じでちゃんとハマっているかと言われるとちゃんとハマってはいないんですけど別にそんなぴったりハマってほしいわけじゃないので気にせず使っています。
はい、ということで今月の買ってよかったものの紹介でした。見ていただいてありがとうございました。いやー、今回はもう全部目玉です。おすすめすぎて来月からもう買ってよかったもの紹介できないかもしれないっていうぐらい全部お気に入りです合計すると結構金額がいってるんじゃないかなって思うんですけど、もう全部大成功、買い物大成功です長く使っていけるものが多いかなって思います。ということでまた来月